皆さんこんにちは。旅するオペラ歌手ユミユミです。今私は韓国ソウルロッテホテルに滞在しています。ロッテホテル滞在2日目の午後、これからミョンドンへと行きたいと思います。ミョンドンには人気のオリーブヤング、そして可愛いお店などたくさんありますので、ご紹介できたらなと思っております。では本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ではこれからミョンドンに行きたいと思います。アフタヌーンティーもいただいてお腹がいっぱいなので一生懸命歩こうと思います。ミョンドンの行き方としては、地下道をくぐっていく方法だね。思い出してきた。の入り口です。ザラがある。はい、こちらが有名なオリーブヤングです。商品屋さんかな、こうコスメがあるお店です。じゃあ行ってみたいと思います。すごい長蛇のです。買えるわけがないね。こんなレジにこんだけ並ぶんだよ。でもね、ちょっと欲しいのがあったんだよね。でもまあ諦めよう。まあ次回時間がある時に並びたいと思います。なんかここじゃないオリーブヤングならそんなに混んでないよっていう情報もあったので、またね来た時には空いてるところに行きたいと思います。まあちょっとね、一応2階も見てみたいと思います。行列だし、買うのがすごい大変。オリーブヤングはもうまさにもう日本の松清です。もう松清に来る中国人を、なんでこんな松清がこんな流行るのって驚いたけど、もう日本人はオリーブヤングいっぱいで、もうまるで日本でいう松清に来た中国人が、私たち日本人、オリーブヤングに来た日本人って感じで、日本の人もたくさんいました。いや、特に欲しいものがないので、あ、こういうもんなんだなと思って帰ります。いや、すごいすごい人がいっぱい。もうね、無理。すごいよ、ほら。
けでオリーブヤングはこんな感じでした。何の参考にもならなくてごめんなさい。ただ混んでるっていうのだけはお知らせします。はい、かわいいので入ってみよう。かわいい。さあこのボトルとかさ、かわいい。なんかめっちゃかわいい。ロッテホテルに戻ってきました。クラブラウンジでお夕食をいただきます。今日も美味しそうなメニューが並んでます。楽しみ。今日は韓国旅行最終日3日目です。
今日ね夜の便なので、1日、まあ1日でもないけど夕方までもう少し、韓国を楽しみたいと思います。まずはホテルのクラブラウンジで朝食を食べに行きたいと思います。行ってきます。朝食にやってきました。まずはグレープジュース、そしてこんな感じかな、サラダ、ビーツ、これなんだろう、なんかちょっと分かんなかった。で、サーモンですね。で、アスパラ、こんな感じ。そしてこちらがクロワッサン、アーモンドかな。で、ウインナー、まあ、ドイツの白いソーセージ、で、スクランブルエッグにベーコンです。そしてですね、この1日目の夜に飲んだこのスープ、マッシュルームスープなんですけど、めちゃめちゃ美味しくて、今日あったのでまた飲めると思って持ってきました。すっごい美味しいの、本当に。すごい美味しかった。まずは熱いうちにスープをいただきます。今日でもうチェックアウトが12時なので、この朝のご飯でこのクラブラウンジのご飯は終わりです。はい、おかわりというか2週目はこちらですか。これが牛ショートリブスープなんですけど、ほら、この骨付きのショートリブのお肉が入っているスープで、ニンニクとかも入れた本当に美味しそうな韓国ならではのスープを持ってきました。どんな味かな、ではいただきたいと思います。ニンニクと一緒に、美味しい。ショートリブ、肉はふわふわだし何の癖もなく美味しい。フルーツとコーヒーで、今回のラウンジご飯は終わりです。もうね、片付けが始まってます。10時ですからね。はい、よろしくお願いします。はい、皆様、この部屋これからチェックアウトします。ロッテホテルのクラブフロアのスイートルーム、泊まらせていただきました。アップグレードでね、無料アップグレードだったので本当にラッキーでした。いや、すごい綺麗で、もうなんか石とかが、壁が石だったりすることがとっても高級感があって良かったです。でも他の、クラブフロアの普通のお部屋も壁が石だったりして、まあ、作り的には同じなんですけど、2部屋あって、まあ、ベッドルームとリビングルーム、広々と一人で使わせていただくことができて、本当、ホテルのフロントの方、まあ、どなたがこういうふうにアップグレードしてくださったのはわからないんですけど、感謝です。ありがとうございます。カムサムニダー。そんなわけで、この部屋ともお別れしたいと思います。
また泊まれるといいな。本当楽しかった。はい、ではチェックアウトしたいと思います。ちょっと悲しい、もうちょっと痛い。はい、それではチェックアウト、レッツゴー。